イギリス BBC の報道です。中共の中央規律検査委員会の非公式サイトは、チャイナユニコムの幹部は職権を利用して元請け業者やサプライヤーと結託し、権力と金銭、権力と色の取引を行っていると非難しました。チャイナユニコムは江沢民の長男江面光の会社が投資して立ち上げた会社であるため、中央規律検査委員会の標的は江面光であるとの分析もあります。アメリカのウォールストリートジャーナルの報道です。世界的に原油価格が急落していますが、中国の企業と消費者には恵みをもたらしていません。原因は中共当局が燃料消費税を引き上げた上、国内のガソリン価格の下落をコントロールしているからです。例えば北京で1ガロンあたりが 3.5 ドルするとき、アメリカでは 2.07 ドルしかしないのです。アメリカのロサンゼルスタイムズの報道です。中共官製メディアの報道によると、過去6ヶ月の間、イスラム国は中国籍メンバー3人を反逆の罪で殺害しました。中共外交部は記者会見で、イスラム国がこの事件を利用して中国を脅迫しないのはなぜかと質問されましたが、答えませんでした。アメリカのラジオフリーアジアの報道です。あるチベット観光から帰ってきた台湾人女性は、チベットの状況は人々の想像よりもさらに厳しく、チベット人には信仰の自由、言論の自由、行動の自由がないと述べました。当局はチベット寺院を観光用途に使い、チベット人を経済的にも制限し、民族分裂と恐怖を作り上げています。新唐人テレビがお伝えしました。